今最も旬な若手俳優赤楚衛二さん主演のこっち向いてよ向井くんがいよいよ始まりました。今回のキーワードは守るって何？10年間彼女のいない向井くんは、最後に別れた元カノ藤堂美和子から振られる前に言われた言葉がずっと引っかかっていた。そんな時、会社の同じ部署に派遣社員としてやってきたのは中谷真由。向井くんがいるならと仕事後の食事に参加したり、誕生日会のプレゼントのセレクトの悩み相談に乗ってほしいと、社内で誰よりも頼りにされているような様子から、向井くんは真由が自分に好意があるのだと確信し、ついにさりげなく告白の言葉を投げかけるが、彼女は向井くんのことをそんな風に思っていたわけではなく、逆に酒井くんと付き合うことになっていた。久しぶりに勝負に出た向井くんにとって、なんとも心苦しい結果となってしまったが、後期のアドバイスから、そもそも真由は自分に好意を持っていなかった可能性が高いことが判明したのでした。次回第2話は、10年ぶりのキスがキーワード？33歳となった向井くんは、未だ実家暮らしのまま。10年前に別れた元カノへの未練を断ち切れないまま、その思いを引きずり続け、10年も恋をしていない。そんな彼に訪れた彼女チャンス？弟、元気の店で働く10歳下のあんちゃんから突然のキス。あんちゃんに近づくと沼に落ちると周囲は忠告をしてくれていたが、そんな忠告は今の向井くんにとってはどこ吹く風。積極的なあんちゃんに彼はぐいぐい押されまくっていた。自身もさすがにこれは勘違いじゃないよなと得意満面になっていた。また一方で向井くんの恋の相談相手となっていた後期も、会社の先輩である神田との危ない恋にはまっていき、今度こそ大事に誠実にあんちゃんの気持ちに応えようとする向井くんだが、今回のお話は恋愛からずっと遠ざかり仕事に勤しんできた向井くん。そんな彼に突然恋のチャンスが舞い込んできたお話でした。どうやって恋愛を進めたらいいのか、また前の彼女の言葉を気にするあまり、ガンガンいけない彼でしたが、真由の向井くんに対するわかりやすい態度が彼の背中を押したようでしたね。それにしても、今のこのご時世にあんなにわかりやすい女性もいるのかなぁと、そちらの方が疑問に思ってしまうほど、真由の様子が不自然だと思い、途中まで見進めていました。もろ見えで彼に気があることは一目瞭然、と、誰もが鹿の角を会社のお誕生日会で向井くんにプレゼントした時までは思って見ていたはず。じゃあ付き合いますか？自分に対する好意を確信に変えた向井くんは、ここぞとばかりにさらっと告白をしていて、ちゃんと恋愛の仕方忘れてないじゃないと思ったのもつかの間。真由の予想外の答えにこちらまで度肝を抜かれましたよね。しかしその後の後期の恋愛相談でのまるで答え合わせのようなものが面白くも納得せざるを得ないものでしたね。また、後期の歯に衣着せぬ物言いも最高に面白かったです。眉の様子に勘違いをして、いけると確信した時の自信に満ち溢れた彼のドヤ顔から、後期にぐさぐさと
棘を投げつけられた時の変わりようが、天国と地獄のようで笑ってしまいました。10年前の時代の感覚で時が止まっている向井くんに対して、後期の感覚の方がどちらかというと現代的でした。彼女の言うことは恋愛をするにあたり正しいのか。けれども、そんな後期も会社では向井くんと同じように、恋愛なのかそうではないのかわからない同僚の態度に少しやきもきしているようでしたね。自分に無理して言い聞かせようとしていても、実際のところやっぱり褒められれば嬉しいものですよね。これは男女問わず誰にでも言えることではないでしょうか。恋愛を10年間もしていないときっと止まってしまっているので、今回のストーリーはそんな人たちといろいろ共感できたり、後期の言葉は納得させられるものばかりだったでしょうね。個人の感覚のズレなのか時代のせいなのか、少し曖昧なところがありますが、好きな女の子を守りたいと思う向井くんのようなタイプは、令和や平成よりもっと前の昭和ならもしかしたら通用していたのではないでしょうか。平成では働く女性が増え、そこから今の令和の時代では男女間の差別や違いをはっきりさせないことが主流となっています。男は女を守るといったステレオタイプだと、今の時代は通用しないのかと、肌で感じるよりもはっきりと実感させられるお話でしたね。一昔前に流行ったトレンディードラマのようなお決まりの展開や、ぐいぐいと強引な男性像も、今の時代には合わないというのが、向井くんの様子からは伺えましたが、一方で、葛西くんのやり方は、トレンディードラマくらい強引でストレートでした。まゆ自身も、はじめは冷やかしなのかも、と疑うほどでしたが、彼の真摯な態度から本気さが伝わったようですね。向井くんも決して頑張らなかったわけではないものの、今回は完敗でした。しかし、後期のように恋愛をどこか達観していて、今の時代の波やそれに合わせた女心もちゃんと把握できている彼女でさえも、自身のことになるとうまくいかないというのが恋愛の難しいところのようですね。ドラマの宣伝や歌い文句でもあるように、本当に向井くんの人柄や仕事に対するスペックには何の問題もなく、むしろ恋愛以外での性格に関しても本当に申し分ない人物でしたね。それでもうまく恋愛に発展していかないのには、今回発覚したこと以外にも何か理由がまだまだあるのでしょうか。演出方法として、向井くんの周りは、どこかキラキラした日が差したような光があるのに、結果が報われないのはかわいそうでした。次回以降も、ぜひ向井くんの久々の恋愛を応援してあげましょう。次回も恋愛から遠ざかっていた割には、急展開が押し寄せてきそうですね。7月19日放送の第2話が待ち遠しいです。ぜひお見逃しなく。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。